典型的な抗体の模式図。2本の IG 重差が2本の IG 軽差とジスルフィド結合で結合している。定常ドメインと可変ドメインが示されている。抗体分子のリボン図。2本の重差は赤と青に、2本の軽差は緑と黄色にそれぞれ色分けされている。免疫グロブリン重差は 抗体の大規模なポリペプチドサブユニットである。人ゲノム上で、愛遺伝子座は14番染色体に存在する。典型的な抗体は、2本の免疫グロブリン重作と2本の免疫グロブリン軽作から構成されている。いくつかの異なるタイプの重作が存在し、抗体のクラス、またはアイソタイプを定義している。これらの重作のタイプは、動物によって異なる。 すべての重作は一連の免疫グロブリンドメインを含んでおり、通常は抗原を結合するのに、重要な一つの可変ドメインといくつかの定常ドメインがある。存続可能な重作の生成は、B 細胞の成熟における重要なステップである。重作が大体傾作と結合して、細胞膜に移動できる場合、発生中の B 細胞はその傾作の賛成を始められる。重作は、 必ずしも、ケイと結合する必要はない。プレビリンパタマは、検査がない状態で重サを合成することができ、重サが、重サ結合タンパク質に結合することを可能にする。哺乳類の免疫グロブリン重サには、ガンマ、デルタ、アルファ、ミュウ、イプシロンの5タイプがある。それぞれ、イグ、イグド、イガ、イム、イゲという免疫グロブリンのクラスを定義している。 各重鎖には二つの領域がある。乳牛、特に牛では、一般的な哺乳類に見られる重鎖の変異を示しており、重鎖の CDRH3 領域が、軸とノブの抗原相互作用面を提示し、多様な抗体レパートリーを生み出すように適応している。牛の CDR は異常に長く、体細胞長変異の際に体になったシステイン残機の、 生成をサポートする固有の配列属性を持っている。従って、人の体細膨張変異の段階では VJ、組み換えプロセスが対象となるのに対し、牛では多様なジスルフィド結合の生成と、抗原と、相互作用する固有のループセットの生成が対象となる。この変異の進化の要因は、半数動物である牛の消化器系内に、 はるかに多様な微生物環境が存在することであると考えられている。遊学魚類は哺乳類で説明されているような抗体を作ることができる最も原始的な動物であると考えられている。ただし、魚類は哺乳類と同様な抗体のレパートリーは持っていない。これまでに甲骨魚類で3つの異なる。 IG 重ューーが同定されている。甲骨魚類で観察された状況と同様に、軟骨魚類でも3つの異なる IG 重ュアイソタイプが同定されている。ニューを除いて、これらの IG 重ュアイソタイプは、軟骨魚類に特有のものと考えられる。その結果、イグアとイグナという抗体ができる。後者のタイプは、軽差を持たない抗体である重ュ抗体であり、本質的に、 イグナの可変ドメインである単一ドメイン抗体を生成するために使用できる。使用、またはウイルス抗原に対するサメの単一ドメイン抗体は、ファージディスプレイ技術を使用して、若いコモザメの大規模なビナーライブラリーから分離することができる。イグアは、シーラカンスやハイヨなどの肉器類からも発見されている。シーラカンスのイグア1とイグア2は、 通常の NJNC 構造に加えて多数の定常ドメインを持っている。カエルはイグックスとオジーを合成することができる。ありがとうございます。